トヨタ産業技術記念館でかくね。めちゃでかいっしょ、ここ。めちゃでかじゃん。赤レンガ倉庫。横浜思い出す。ああ、彷彿とさせる。うわ、懐かしい。ああ。横浜に帰ってきた。横浜じゃないんだけど。あ、そうか。はい。そうか。え、行くのこれ。ここはちょっと見てみたかったんだよね。あ、そうなんだ。うん。行きますか。行きましょう。さあ、中入ってきまして。おう。まず涼しいですよね。バカ涼しい。めっちゃ助かる。中バカ涼しい。死ぬほど助かる、マジで。入ってすぐ。で、あれ何あれ、すごっ。旗織り機ですね。めっちゃでかいじゃん。トヨタ、最初車じゃないんで。へ、トヨタといえば車ってなってるけど、うん。最初なんか繊維とか。あ、とにかくこれを作ったっていうのがでかかったんです。すごかった。へ、戦前かな、まだ。うん、うん、でっけえ、マジで。もうでかいってだけでテンション上がるわな。うん、え、ごめん、あ、修学旅行に来てんだっけ、今日。あ、違いますよ。みたいな。歴史を今ずっと今疑似で、はい。これね、やっぱ自動車家だったんでね、僕。あ、なるほど。 だからか。はい、工場とかやっぱそういうの好きなんで。中もすごい、うん、うん、旗織りの機械だけでもうどんどん変わってくよ。本当に工場みたいな感じ、うん、うん、面白いね。広くてでもいいね、楽しいんだよ、ね、でしょ、うん、あと涼しい。そう、それが一番俺好き。一番いいところ、うん、はい。大きなスイカを回し、シャフト、ベルトを使って横にあるギアで上と下が動力でこれ回るようになってます。糸の繊維が引き出されていきます。いいですか、ゆっくりだよ、うん、ゆっくりだよ、うまいでしょ。見えるみんな。実はね、昨日彼ここにて練習してるんです。いやー、すごい。いや、全然ずっと見れるんだよ。マニアックな世界よ、マジで。実演とか、やっぱまず今、ほぼタモリクラブの状態ね。もう説明ちゃんとしてくれるからね、見てるだけじゃなくて。ありがたいね。それ動くんじゃない。ああ、グリッパ繊維の横入れ、横入れ。ああ、うわ、すごい。あ、糸動いてるわ。あ、何あれ、この一瞬だけ。あ、音気持ちいいね。あ、気持ちいいわ、マジで。マジでタモリクラブの楽しみ方。いや、そうよ。合ってる俺が。似合う俺がそれ。すげえな、半端ない歴史。あ、このまま行けるんだ、うん、そう、中庭もね。中庭ね、脱獄できなそうだな。プリズンブレイクだな、これ、うん、それっぽいんだよな、ちょっと。運動場みたいな。確かに運動場でちょっとやりとりするやつだ。あ、ドゥーアーロボ。あ、リアルだな。私が案内いたします。できる。どうぞ。いつまでやる？もういい。早めに止める。すごいシュールな展示見えるけども、懐かしいですね。クランクシャフトと。シャフト、シャフトなんだ。でもそこまで変わらない感じするの。今までも、まあ、俺がその元分かってないからちょっと。そうか、あの、確かにねって言えないよ、わかんない。その取り外すとかはなかったけどね、うん、お、あ、すごい、はい、さっきも言ったよ、このメガネの人。あのプーさんのハニーハントみたいな。いや、言われると蜂蜜に見えるな。ハニーハントこうやってやってクリストファーロビン、ロビン。
見守ってんじゃん、ちゃんとやってるから。だいぶだいぶ職人っぽくなったね。ついに車の形がもう見えてきたね。ほんとマジでアニメっぽいね。うん、いわゆるの形だもん。まだプレスとかがないからこう叩いて、はあ。これマジ木だ。中の型？うん、あ、これ中身っていうよりか型みたいなイメージだと思うんだけど。なるほど、そっか。別にこれを走るわけじゃないのか。うん。と思うけどね。どうなんだろう。そっか。うん、多分。木が入ってるわけないか。かなって思うけど。うん、熱に負けちゃうよね。かっこいい。まるまる店みたいな。あ、ね、うん、なんかドキュメンタリーみたいなさ。うん。トヨタの歴史はここから始まりました。そんな感じだよね。そこで苦難が起きるんです。トヨタなんですね。右からだ、まだトヨタ。あ、トヨタなんか、うん、濁るんだね、すごいね。なんか書いてある。読めんのかな。まあ、わかんないんだけど。あ、まあ、国からの許可をもらったってことか。結構、こういう大事なやつなのにさ、書き間違いとかこう、うん、あるんだな。一撃で書かなかったんですよね。だいぶ、めっちゃ工場味があるよ、うん、あの、オールスター感謝祭のシンキングタイムみたいなとかね。そう、あの奥ですごい機械が。黄色のユニフォームか。あの従業員の方というのかな。すごいお客さんぐらいいる。いるね。従業員の方が普通に見てる。だから海外のあれなんかな、もしかしたら研修みたいな感じかもね。すげえな。すげえ、これなかなか見れないな。まあ、日産の工場見学とか行ったけど、うん、はい、クラウン、タクシーでおなじみクラウンで。うわ、すごいな。あ、え、何かできるのか。押すよ。お、おお、エンジン回んだ。動いた。え、すごい。これが、え、アクセルみたいなの。あ、あ、止まった、止まった、うん。奥のね、うん、そう、プロペラシャフトと繋がって。そうか、そっか。マニュアルだよね、多分。うん。だからか、クラッチとか、そうそうだ。当時はもちろん。だからか、今、繋がった瞬間見れた方がいいな。そうか。面白い。かっこいい。ESV です。ツーシーター。ツーシーターだから、まあ、経費とかではいけないやつだね。税金かかるやつは趣味車になっちゃうから。そうだね。あ、でも意外と、まあ、天井はまあ結構意外と広いか。中は広い。本当だ。だってこれ前めっちゃ細いそうなんだよ。結構出てるよね。あの、そう、ここね。あ、うん、出てんな。これめっちゃ危ない。うちの付近とか絶対めっちゃ擦る。いや、擦るわ、曲がるときな。めっちゃ怖い。だいぶ進化して、初代プリウスだ。へぇ、これとんでもないドッキリされたわけじゃないの。ドッキリグワーっていう。すげぇ、もうだいぶだね。もうだいぶプリウスではあるね。もうこの先もそうだね。もうから俺ら見慣れたというか。あ、今乗ってくる。すげぇ、うん、すごい、一気に車が。ちょっとね、なんか確か走るらしいんだけどね。え、走らせることができる。マジ、うん、試乗できるの。試乗とかはできない。あ、動くらしいけどね。あの車のショールームね。ね、な
すげえ、うん、当時のやつ、うん、でも可愛いな、形が、うん、丸めがいいよね、うん、可愛い、左右のボタンを同時に押すと、うん、駅にギュッと、これができるんだ、ストラップ、うん、え、いただいていいのこれ、あ、はい、1人1回今作れる状態、同時押し、同時押し、いきます、スタート、うお、動け動け、プレスっていうよりかは固めてみたいなこと、何が行われてるの、落ちた、おお、え、出てきた、いや、プラモとかと、へぇ、おぉ、おぉ、出てきた、そうだ、で、それはめて、これはめたらいいの、お、東洋だ、かわいい、さっきのクラウン、クラウン、クラウンよね、あ、あれじゃん、黒塗りのやつじゃん、そう、やば、これさ、うわ、うん、見えねえか、ん、あの、ホイールのナットとかすごくない、あ、ほんと細かくね、ちょ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 ってなってる、見えないんだけど、そうね、ごめんね、ちょっと見え、小さすぎる、見えませんね、すげえ、すごい、600トンプレス機、そう、え、どこまでがこれがあるの、こ、これ全、これがもう超でかい、これ、このランプが点灯したいときに緑のボタン、じゃあ押しちゃって、まず緑のボタンを押す、はい、びっくりした、で、30秒後だね、やばい、数えてないよ、待って、すごい、マジであのシンキングタイムの音すんだよな、あっち、あ、もうついたから大丈夫、 OK、いる、うん、おぉ、うわぁ、これ一発でできちゃってるってことよね、あ、何回かこうやってた、これ何、うわぁ、すごっ、え、あれとんでもないやつになってる、600トン、いやでも最初ハンマーで叩いてたやつを一発でやっちゃう、できちゃうってこと、すげえ、めっちゃ工場って感じする、すごいな、これ一気にギュッてくっつけるやつじゃない、アームで、え、マジ、今屋根と横のさ、うん、そのボディーんとこ持ってるけど、うそれ多分動かすよ、うん、こっち、おお、こっちを上げて、おお、横が、すごっ、え、うわ、綺麗、バチッていった、綺麗にはまるね、うわ、これ、あの、うわぁ、うわ、あぁ、あ、やばい、ドッコクだ、で、これで、溶接、すごい、ドッコクじゃないか、これもうバチバチくっつけてるってことだよね、博士、実験中止しましょう、博士、博士、いや、続ける、このままいく、うわ、すげえ、やばいやばい、心が負けちゃう、やばいやばい、チップが損傷したよ、これすげえ、博士、かっこいい、うわ、やめてくれ、わー、アームが俺を支配するんだ、もうできた、どうでした、意外と楽しかったですでしょう、結構僕、まあんま知識なかったけど、うん、いやでも楽しみだった、そうなんだよな、で結局あの、うん、お土産も買って、お土産買ってる、見てください、チキンカレー、はい、出た、トヨタ 2000GT のチキンカレー、一番辛いやつ辛さメーターが買っちゃいました、あで、あとそれに必要かなと思って、うん、出た、スパナスプーン買ったんですけど、うん、でこれあの注意してほしいんですけど、はい、あの飛行機に乗られる方、はい、これ持ち込めないらしいです、ちょっと高額化になってしまうっていう、はい、まさかの持ち込めないんで、飛行機で来られる方は気をつけてください、はい、はい、そうですね、僕あ新幹線だと今回、はい、大丈夫だったんですけど、そう、そういうのもありつつ、ね、まあありつつね、じゃあまあちょっと楽しかったよ、あ、でも ガチャもあるよ、ガチャね、うん、フリーになっていいじゃん、やったら、うわ、ジムに行かな、ジム鈴木だけど、これのこと言ってるよね、はい、
え、お前何見てきたの？マジトヨタの。お前何見ちょっとあれだけど、うん。無本だろお前。もう今ジムにジムに行ったら。まあまあハスラーもそうですけど。うん、まあ帰るか。うん。カレー食いたいし。あ、アルファだったけどね。うん、まあいいか。カレー食いたいし。うん。カレー食おう。うん。楽しかった。楽しかった。うん。さあ、来たぜ。ひつまぶし。待ってたぜ。ひつまぶし。来たよ。同期のヌートもずっとヌートがずっとヒロシもずっとやってくれてめちゃくちゃずっと念願だったから待ってたから3日間我慢したもん。そう、やっぱ ヌートにねいろいろ聞いてたから。白川だと開けるぞ。うん、おおぶおすげえすげえスポみたいな。うわ、焼いてんね。うん、ああ、イカリうわっ、すっげえ、来たイカリ、来た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 。うわ、うまそうだ。特徴来ません。気もすい贅沢に。ああすいから、あ、うまい。気もすいから行くの。落ち着きたくて。でもなんかね、汁物から行った方がいいらしいよね。うん、え、これもう要はさ、もうすくっちゃっていいやつなんだよ。そうだよね。どんぐらい残した方がいいの？その3等分って言われる。3等分、3等分。普通にうな重みたいに食べるのと、うん、で、薬味食べる、うん、で最後にお茶漬けにする。あで3等分、3分の1は残ってりゃいいんだ。まあ、なんとなくじゃあ3分の1ずつ取っていけば。やばいやばい。よいしょ、すいません。はい、じゃあ初ひつまぶしいただきます。おい、違う、あ、違うわ、うまっ。めっちゃうまい。もうサクサクだね。ちょっとサクサクしてて、うん、あのよく焼いてるから東京だとふっくらだけど、うん、なんか外サク、中ジュワの感じ。あ、うめっ。あ、いいね。いや、まあ、待ってた甲斐があった。ほんまに甘いわ、うまっ。脂が甘い。さあ、お出汁が来ました。ラスト1で瞬殺、瞬殺だったね。ちょっとじゃあ、お出汁、うん、出汁待ってらんなかったもんな。あ、どんぐらい入れるもん、このもん、そのもんで全然、このもんで。やばいやばいやばい、うまそう、うまそうだ。いただきます。ラスト、マジでうまい。すげえな。あの、やっぱ変わる。めちゃくちゃさっぱりする、最後。で、薬味も入って、うん、あのもう全部今味変してる状態だから。なんかね、2回目が薬味を入れて楽しむっていう、そこもだいぶ変わったもんね。ずっと好きな状態。飽きないの。ずっと初恋の状態。今続いてるから今やばい、ずっと好きでいられる。まあ、俺も食いたいわ。回してる場合じゃないぞ。行くしかない。ああ、なんか本当札幌みたいじゃんね。あの札幌の地下のね、うん、あの道あるけど、めっちゃ似てんだよな。なんかある、ちょっと名古屋駅中みたいな、ね、うん、前とかの感じとか。一緒にしないで。なんてそんな悪いもんね。悪いもんじゃないじゃん。名古屋は名古屋だから。まあまあまあ、そうなんだけど。札幌の良さがあって、名古屋は名古屋の良さがあった。うん、似てんだよな。札幌の良さがちょっと狭めだったから。名古屋の方が暑いから、ね。やっぱ暑いから、そっか。暑い。暑そう。でももう見えたよ。あ、見えた。テレビ塔。テレビ塔。いいんじゃない。テレビ塔だ。の手前のお店も最近できたばっかり。あ、いいね。いや、これもマジ北海道なんだよ。あるもんね、北海道にもな。あ、あるけど。時計台ないの？時計台、名古屋。ないよ。あ、その点負けてるよ。負けを認める。時計台分勝ってる。オアシス21あるから、ね、
確かにこれなんか気になるわ。未来感あるな。ある。あ、時計台みたいな。時計台みたいな。あ、教会だ。教会は。教会か。本当だ。あった。なったぞ。すごいベストタイミング。ベストタイミングだった。テレビ塔。バカチじゃん。バカチね。バカチ。今真っ昼間なんで、これが札幌との違いだよ。暑すぎる。暑い街名古屋。あいやでも、ね、名古屋でもいいとこはね、ちゃんと涼しくしようと工夫してる。あ、そうそうそう、あの出てんだよね、ミストは。そうミストはすごい出てる。そういう気持ちが好き俺は。あこれもここ数年できたから。あ、そうなん。ここ数年でやっと優しさを覚えた。うわ、よかった、嬉しい。で、これは天むす。あ、ジライヤ。ジライヤ。おう、アイヤしばらく。アイヤしばらくね。アイヤしばらく。エロ仙人。が出してるやつ。そう、エロ仙人が出してるわ。変だよ。エロ天むす。エロ天むす。エロ天むす。イチャイチャ天むす。名古屋でめちゃめちゃ有名な天むす屋さん。ええー。ね。ちょっと結構ケータリングとかでも選ばれることもある。ちょっと本当だ。かっこいい。世界観大事にしてるから。素晴らしい。本当にジライヤの竹の皮で。マジで。ええー。世界観で。そう、なんか ここか千住って言われてたな。千住も柱間ですね。本当だ。本当だ。ナルト好きなんかな、名古屋。ナルト店やってるしね。うん、今やってるわ。いや、じゃあ、おぉ、はい、見た目めっちゃかわいい。かわいい。いいよ、ヌートも食べて。え、いいの。いいよ、いいよ。いただきます。うん、うまいわ。すげえな。うまっ。食ったばっかだけどな。よく行けるな。まあやっぱ名古屋飯堪能したいからね。まあね、うん、いやでもここめっちゃいいよね、うん、見た目いい。最近こういう開けた感じね、めっちゃ景色がいいよ、抜けが、うん、このタワーの向こう側とかには、うん、広場あったりとかして、うん、なんか子供遊べたりとか。いいな。ハンモック借りれるとか。へえ、うん、これさ、あの真ん中のボコってなってるとこ、うん、あそこ泊まれるんでしょ。あ、ホテルになったら先輩に。え、どこ。あの今電光掲示板っていうか緑のあれあるじゃん、うんうんうん、あそこ。え、だからあの右左側にエレベーター。あるわ。なんかあれ専用のやつよね。あれホテル用の入り口。そう、すごいよね。こんなのあんの。そう、なんか聞いたのは、うん、あの地デジ化になっちゃって、うん、あの普通に こいつが稼げなくなったっていうのを聞いたんだけど。アナログで動くか。そうそうそう、だからこっちで飛ばさなくても良くなったっていう。そうそうそう、だからこういうのホテルとかで回収してるって聞いたよ。再利用するにはどうしたらいいだろうっていうので、そう、まあ、ホテルにしましょうっていうので。すごいよね。なんかだ結構世界でも珍しいみたいな話聞いた、うん、エッフェル塔とかもそうだったのか。なんかどっかフランスとかでやってるから、それを見習ってうちもやりましょうみたいなんで始めた。よくなんか東京タワーとか見える周辺のホテルみたいな気がするけど、うん、もう見えるどころか入れるそのものにっていう。すごいな、それ。タワーと一体化して一晩を過ごせる。もはや見るとかじゃないんだよ。もうその共に過ごす、過ごしたいんだ。いやいや、そっちに、そこまで行くんだ、もう段階が。いいね、マジあっち。今気温が出てねえか。出てないな。うん、30? うん、あると思う。全然あるよな、これ。多分屋根ないし。33度あります。あ、33度。全然あってくるんだ。すごい綺麗。あの、これもさ、ちょっと北海道っぽいなと思ったんだけど、うん、電線ないよね。あ、ない。だから、なんかすごい広く感じるんだよ。埋めてるんだよね、多分。うん。いや、あっちはさ、雪がとかでわかるけど。もう全然中に気づかなかった。すごいね、景観を。あ、マジで。だからほら、やっぱ外から来たから逆にそこが気になったの、うん、全然当たり前すぎてね。電信柱ないもんな。ない。広いわ。うま、気分いいよね。確かに空めっちゃ綺麗だね。うん、うん、あ、そうだ、暑いな。うん、アイス食いたい。アイス死ぬほど強くやってくれ。名古屋城来たね。
ってーで、来たね名古屋といえば、はい、うん、です。あ、まあ来たんですけど、うん、この来る直前に死ぬほど大雨降ってた、うん、急にあんなスコールみたいなのあるんだね、名古屋で。俺ら勝つさせてきたんだけど、うん、ここ着いた瞬間めっちゃ晴れて、いや、うん、あの今湿度最大級じゃない伝わらないものでつらい。そう、そうなのよ今。めっちゃ気持ち悪いね今体。そう、うん、そう、あの雨が止んだんじゃないんだよ、うん、晴れてんだよもう。そうだから晴れてんだよね急に。今湿度すごいんだよ今、うん、ちゃんと日があるから。いやもうなんだよこれ。すごいねやっぱ名古屋といえばで、はい、来ましたねこれ、はい、で五平餅、五平餅だ、ね、その軍配五平餅っていうので大きい一枚で、うん、あの軍配、あ、はいはいはい、あの軍配か、あれの、あ、なるほどね、行事とかが持ってるあれだっていう軍配五平餅、いいじゃん名古屋城の前で、それはめっちゃいいですなんかね、軍配めっちゃいいね、今名古屋場所だっけしかも、そう、名古屋場所でやってるから武蔵丸見たもんな俺ら見た、うん、めっちゃでかいプライベート武蔵丸見たからマジかよ、うん、強っめっちゃサイン断ってたガッツリ断ってた、やっぱ人気があるってことだね、すごいねやっぱり見なくてよかったかもしれない、うん、じゃあ、どうぞいただきます、五平餅、うん、うまっ、いい感じ、うん、あれお味噌なのかなこれも、味噌、うん、うまっ、味噌尽くしだね、うん、味噌と串尽くしだ、いいね今回とにかく味噌食ったね、うん、うん、味噌のバリエーションが無限大だからね、うん、本当だね、で何でも合うなやっぱ、うん、甘じょっぱい甘辛いとかね、実はいっぱいあるもんね味噌、うん、味噌めっちゃ堪能してる、あ、白だね、ほんとだ社長このケツ、お釣りが見える、ケツ、なんだこれ、あっち行っちゃうじゃん、え、一周全部か、寄贈品だこれ、名古屋ロータリークラブ、ロータリー1959年だって、すごい前か、へえ、その頃はここはあれかな、金取らずに入れてたのかな、あ、そんな期間があんだ、確かにそうじゃないと子供たちの遊び場にしか作らんやんこれ、うん、なんか子供が囲むイメージ、その頃は公園だったのかもな、知らんけど違法か、裏ミュージアム、うん、これだね、言ってたの一個、空襲じゃなかったかな、あ、空襲によりとかじゃない、うん、そうなんだよね、へぇ、本当のやつってことなの、当時あったやつでしょ、そう、すごいな、へぇ、すっごい、こんな、こういう壊れ方すんだな、バリバリ、うん、すごいな、すごいね、刀とかすごいな、本人なのかな、で、これいわゆる教科書とかに載ってるやつだけど、掛け軸みたいな、そういうやつのかな、マジで、え、なんかノブ小さくね、ノブちっちゃいの、ノブ小さめに書きてるな、うん、秀吉がでかい、でかいな、書いてる、どっちこれ、ノブがスタイリッシュ、ノブが小さい気するんだよな、うん、場所変わってますもん、ちっちゃいんだ、金の鎧、かっこいいな、金ダミック族、金ダミック、うん、これヤスのやつだね、ヤスの、うん、ヤス、うん、ヤスが着てたのらしいの、まあ、模造品挽回したみたいな金だけ、ああ、そう金色、アジソギシゾみたいな感じよね、ちょっと艶消しの金なのおしゃれだね、そうなんだよ、ちょっとね、マットな質感すげえ、これがケースの中じゃなくてあるのすごいな、鎧の着方だね、へー、最初ふんどしから、あ、着方、そう、着方がこうなんかレクチャーしてる、レクチャーしてる、かわいい、一回座るのかわいいね、ほんとだ、すごい、へぇ、そんなんだ、どういう着方、すごい、ね、鎧が届いた時の絵もあるよ、ほんとだ、ほんとだ、あ、来た来た来た、え、マジでいいの、咲き方を笑ってるもんね、うん、嬉しそうだ忍者バットマンのやつらしい
え、マジで。え、ぐらいなんか普通にダントツかっこよくないこいつ。忍者バットマン仕様だな。ホットトイズが出してるんだよ、これ。ホットトイズ、ホットトイズが出してるぐらい確かに、いや、めっちゃデザインいい。スタイリッシュ。今絶対アメコミ好きだもんな。今時だな。絶対好きだ。黒漆塗り、鉢巻きなりかと。うわ、めっちゃこれ作った人と話し合いそうだな、なんか。これかっこいいわ。うん、多分アメコミ好きでしょ、だって。うん。ミスター。スタイリッシュ。うん、いい。ちゃんと熱いね。あ、でも風が、あ、これじゃん、トラ、トラだよ。すげえ。あの、来た人に圧かけるために置いてたやつでしょ。だいぶ猫色強いんだけど。デジタル複製なんだ、うん、あー、まあそうだよね、さすがに。綺麗すぎる。復元模写も展示中って書いてある。え、玄関1、2の間栄えで展示中ですね。あ、本丸、本丸復元だって。これすごい落ち着かねー。あ、ほら、一段高い。なるほどね。すごい。絶対今見える人が一段高いよね。うん、圧かけるため、全部圧張ったり用の玄関ホール。トラまみれ、トラ好き、トラ好きよ。うん、でもすごい綺麗だな、ね、横もトラよ。確かになんか模様的にそうだな。すごい派手だな。ああ、見たことある気がする。すごいな。すげえ、掘ってるもん ね奥が抜けてる。あ、さすがに復元っていうか、うん、こういうのがあったんだって作ったやつだよね。そう、復元で作らされるのも大変だよね。うん、ね、にしても、でも当時これに近いものがあったってことだよね。うん、おい、すげえ、絶景。いちいちね、上の格子状のところすごいもんな。一刻打ってんの、家紋がめちゃくちゃだるいよな、これやるの。うわ、でっけえ。ここもやっぱりこうね、かまし分かってる。入ってみてダメだよ、相当でかく見えんだから。そうじゃん、圧、うん、すごいな、名古屋市役所。かっこいい、すごい廊下よ。なんかいろんなドラマとかで多分使われてるの。そう、早速降りてくるみたいな。確かにここかっこいい、降りてきたの。なんか SP とかドラマとか映画とかで使われてる。うん、なんかね、エレベーターもちょっとね、かっこいいんだよね。パワーモテラ。見た目、見た目やな。これから乗るのに。すごい。一回もやっぱまだ右からなんだよ。いつできたとかわかんないんだけど、結構古いはず。さすがにやっぱ中は新しいか。中新しいね。
新しいけど綺麗な赤い、うん、あ、ほんとだすごいの、地下すごい、雰囲気あるな、うん、ふいうわなんか鏡写しみたいな距離こう距離感バグるなちょうどサイニングで見たけどね、このコーナーパッパン、チカチカなってねこう入れるってねすげえすごいな、まだ雰囲気あるな、ま、うんさっきと違う雰囲気うん美容室入ってるそう差をつけるお店、個性あるストロークすごい個性しかないものすごい分かんないんだけどこれもう戻るの難しいぐらいもう迷った道が迷ったなでもこれそのまま外出れんだね本当だこの音にはなるんだ本当だ繋がってんだ塔があ地下の駐車場だはぁありがとうありがとうありがとうまた見に行くからあぁまた来月ねまた来月ありがとうバイバイ近づいてぬーっぬーいや終わりでとんでもない雨すごかったねすごかったヌードともう離れるようにもとんでもないまたスコールが来て天気はすごかったねあでもすごい4日間だった弾丸なんか長かったような短かったようなすごかったねうんまあなんかいっぱい食べたけどいやそういう名古屋堪能したからまあ最後はねうんやっぱこれでしょ名古屋ピヨリンのおやつ今人気らしいよね。ね、らしいね。名古屋で。プリン風味のスイートプリン。なんかめっちゃやばいんだって。ね、らしいね。え、でもさ、いや、結構本当だ。これじゃないの？これじゃない。これじゃないのかな。東京に無事持って帰るの難しいみたいな。って言ってるよね。結構しっかりしてるんです。嘘。あんま触んない。ごめん。あんま触んない。ごめん。タバコとかバンバン吸ってて、で、いろんなとこベタベタ触ってるやつ、あんま触んないよ。ごめんって言ってんじゃん。許せねえ。許せねえ。許せねえからこんなこと。ああ、そうか。いただきます。うまっ。あ、うまいんだ、料理。プリンだって、あと。ええー。ちょっとカラメルの感じもある、ちゃんと。あ、じゃあプリンだ、本当に。後で食おう。うまっ。おいしい。まあ、いろいろあった、うん、名古屋手売り旅でしたけど、うん、まあ、まだまだチケットがあるということで。はい。はい、ぜひ皆さん、この機会に、はい、よかったら、一緒出すなんで。はい。え？見に来てください。え？ちょっとね、ピオリンが今邪魔してる俺の中にピオリンがすごいんだけどまあ、来てはい、来てバトルでーはい。